ハンスクレープス、ハンスクレープス、1898年3月4日から1945年5月1日は、ドイツの軍人で第二次世界大戦におけるドイツ陸軍最後の参謀総長、アドルフ・ヒトラー自殺後、ソ連軍と停戦交渉をするが成功せず、相当官邸地下号で自決した。1898年、 現在のニーダーザクセンのヘルムシュテットで学校教員の家庭に生まれた。1913年、15歳で家族と共にゴスラーに転居する。ギムナジウムでの成績は優秀で飛び級している。第一次世界大戦が勃発した1914年に16歳で、兵士に志願、第十両兵大隊に入隊。1915年に中尉に昇進し、 1916年にフランス戦線のベルダンの戦いに従軍。対戦後の1919 19年に新設されたバイマル共和国軍に入隊。ブラウン・シュバイクの第十七連隊第一代第二勤務。1920年に結婚して二人の娘を設ける。中意として実施部隊を経験し、参謀教育も受けた。1927年に第六公平大隊に転属。 翌年第十七連隊に戻る。1930年、大尉に昇進。クレープスは、ベルリンの国防省に転属し、ラパロ条約に基づく赤軍との軍事訓練に参加した。1932年に、ベルリンを訪問したソ連軍代表団の記録によると、クレープスは、狂信的な共産主義者と不誠実なユダヤ人を嫌悪していたという。 1933年から1934年にかけて中モスクワドイツ大使館付部官補佐官を務め、赤軍に対する重宝活動に従事した。1937年にベルリンに戻る。第二次世界大戦が勃発した1939年に中佐に昇進、陸軍総司令部から第七軍団参謀長に補えされる。 1940年に大佐に昇進、東部戦線に配属、1942年に少将に昇進し、1943年3月には中央軍集団参謀長に任命される。同年4月に中将に昇進、1944年8月には大将に昇進した。1944年9月に B 軍集団参謀長として、 西部戦線に従軍し、1945年2月に陸軍参謀次長に任命される。この間、白洋付騎士鉄十字章など多数の勲章を授与され、勤務態度から熱心な国家社会主義者と評価されていた。1945年3月29日、前日にアドルフ・ヒトラーと対立して解任されたハインツ・グデイリアンの公認として、 通常とは異なる形で参謀総長に任命される。以降、相当地下号からベルリンの戦いの指揮を取るようになる。4月28日にはフィルステンベルクノビルヘルム・カイテルに連絡を取り、48時間以内に救援軍が到着しなければベルリンは陥落すると報告した。それに対してカイテルは第9軍と第12軍が救援に向かうと返答した。 両軍は西部と南部から進軍を開始し、ルードルフ・フォルステの第41総攻軍団も攻撃を開けする手はずになっていた。同日、ハインリヒ・ヒムラーの裏切りを知ったヒトラーにより、臨時軍事法廷の判事に任命された。クレープスはビルヘルム・ブルクドルフ、ビルヘルム・モーン家、ヨハン・ラッテン・フーバーと共に相当地下号における ヒムラーの代理人だったヘルマン・フェーゲラインを裁こうとするが、フェーゲラインは泥酔状態で立ち上がることもできない状態だため、裁判を開くことが困難だと主張したモーン家の意見を受け裁判は中止された。その後、フェーゲラインはペーター・ヘーグルにより処刑された。4月29日、自殺するヒトラーの遺言書に、ブルクドルフ、ヨーゼフ・ゲッペルス、 マルティン・ボルマンと共に証人として署名した。その夜、アルフレート・ヨードルに即座に報告せよ。第一に、ベンク軍の所在位置。第二に、攻撃開始時間。第三に、第九軍の所在位置。第四に、第九軍が突破する正確な場所。第五に、ホルステ軍の所在位置と無線連絡している。翌三十日早朝、ヨードルは、第一に、ベンク軍は、 守備色を好み並みで、進撃停止。第二に、ベルリンへの進撃を続行できない。第三に、第九軍は、ほとんどが包囲されている。第四に、ホルステ軍は守備で、手一杯であると返答している。同日午後にヒトラーは、エヴァ・ブラウンと共に自殺した。ヒトラーの自殺後、遺言書で、ドイツ国首相に指名されたゲッペルスと、同じくトーム担当大臣に指名された。 ボルマンの指示でソ連との和平交渉を任される。これはモスクワ駐在の経験とロシア語の知識を買われてのものだった。5月1日午前2時、クレープスはベルリン防衛軍参謀長と共に停戦交渉に向かい午前3時50分にテンペルホーフ空港に近いシューレンブルクリング2番地の住宅に設けられた。 ソ連第8親衛軍司令官、ワーリー・ジュイコフの司令部を訪ねる。クレープスは、ソ連軍の高級将校たちの居並ぶ中、自分が停戦交渉の全権を委任されていることを告げ、ヒトラーが自殺したために、後継政府の準備に必要な戦草を要求する、ゲッペルスの書簡を読み上げ、新内閣の閣僚リストを手渡した。 ヒトラーの自殺に驚いたチュイコフは、上官のゲオルギー・ジューコフに電話して、ヒトラーの死を報告した。報告を受けたヨシフ・スターリンは連合国間の合意事項を理由に停戦を拒否し、ドイツの無条件降伏を要求した。クレープスは、ソ連側の許可を得て、相当官邸のゲッペルスに電話し、ソ連側の回答を伝えたが、ゲッペルスが無条件降伏を春挙したために、12時間に、 渡る、クレープスの交渉は無駄に終わった。トラウデル・ユンゲの証言によると、クレープスは、ひどく疲れ果て消を申した様子で、相当地下号に戻ってきたという。相当地下号に戻った、クレープスは、ボルマンに交渉失敗の責任を追求された。5月1日の午前中には、地下号から脱出する者が相次いだが、クレープスは、ブルクドルフと共に残った。 ケッペルス夫妻が自殺した後、午後9時半頃に二人は地下壕の倉庫で自殺した。ローフスミショの証言から、クレープスは拳銃自殺したとされるのが一般的だが、映画、ヒトラー最後の12日間でも、そのように描かれている5月8日に検視した、ソ連側の冒険報告書では、彼が生産狩りで服毒死したとの結果が出ており、上記の証言と矛盾している。 その後、クレープスの遺体は、ヒトラー、エヴァ、ブロンリ、ゲッペルス一家の遺体と共に、ソ連軍により頻繁に埋葬地を変更された。最終的に埋葬されたのは1946年2月21日のことで、スメル氏によってマクデブルクに埋葬された。しかし、1970年4月4日に、当時の KGB 議長、ユーリアンドロポフの指示により掘り出され、 遺体が入っていた木箱は焼却されエルベ川の支流に捨てられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。